強くなるのに時間は必要ありませんでした。僕はバンド豊川芝居の道を歩き始めたばっかりでした。あの頃の下北沢の永遠に続くかのような時間は今というこの場所につながっているのだろうか。こうやって豊かに手紙を書いていることも同じ物語のワンシーンなんだろうか。そしてあの時のあの場所がスタートだったとしたらゴールはどこなんだろうか。30年経った今も僕はバンド豊川芝居に明け暮れています。そう、あの頃とちっとも変わっていません。これからもずっと変わりそうにありません。もしかしたらあの時僕らはすでに夢を叶えていたんじゃないだろうか。そう思ったらとても会いたくなりました。会いましょう。その時はこの手紙をからかって笑いましょう。本本ひろとより推進。おいしそうに食べる様子はあの頃のまんまです。